次はコートをこちらの3方をご紹介をさせていただきたいと思います。以前全体のコレクションの方でも紹介はさせていただいているんですけど、まあ、今期のちょっと象徴的と言ってもいいアイテムがこちらのモーターサイクルコート。ベースになったモデル自体は、1940年代のイギリス軍の、モーターサイクルコート、まあ、軍の中でもこう物資を運んだりとか、まあ、急ぎで物を運んだりするときにこうバイク便というかバイクにまたがって乗ってる兵士がいたんですけど、まあ、そのコートの画像、まあ、資料が結構歴史的資料みたいなのがいくつか有名なのがあって、まあ、結構デザイナーズブランドだったりとかそういう、こうミリタリーをモチーフにしているブランドのこう元ネタとしてよく使われているコートで、まあ、結構この業界というかこう服好きの人は あのコートねっていう、まあ、割とこうアイコン的なコートの、まあ、ミリタリーのコートの中では、まあ、ちょっと有名なコートの一つではあるんですけど、まあ、ただまあ割とこう出自がそういうミリタリーもののバイカーズコートということでハードなものが多いんですけど、もともとは結構こうごつい生地だったりとか、ゴム引きのコートみたいな生地を使ってたりするんですけど、まあ、それをちょっとこうリングジャケットらしいアレンジを加えて、まあ、ちょっとこういう、まあ、ドレッシーなというかこうスーツジャケットの上からも着れて、まあ、カジュアルにも着れるというふうにも仕上げていってます。特徴としては着丈自体は、まあ、やや長め、これで108センチぐらいかな、まあ、105、6センチぐらいの前後だったと思うんですけど、まあ、昨今の流れでやや少し長めの着丈でシルエットもちょっとガバッと羽織るようなタイプになっています。まあ、とはいえ、もともとのモーターサイクルコート自体は、軍服とかの上から着るんで、かなりこう、オーバーサイズというか、こう、ガバッと大きいタイプだったんですけど、まあ、そんなにこう、大きすぎず、かといって、こう、まあ、ピチピチっていう形でもないので、まあ、ここ数年、割とこう、タイトフィッティングがこう、しばらくぐっと流れが来た中から、まあ、やや少し、ルーズフィットまでいかないんですけど、少しゆとりのあるシルエットが、主流にはなってきてます。まあ、その流れを踏まえて、まあ、オーバーコートの方も、まあ、すごい大きすぎず、まあ、かといってこう、ピタピタではないっていうフィッティングには仕上げていってます。まあ、身頃の部分だったり、まあ、袖割ったり、袖の部分も適度なゆとりがありながら、羽織れるような形になっています。まあ、あとモーターサイクルコートの最大の特徴としてはこのポケット、こちらに片側だけついている形ですね。一般的なダブルの、まあ、トレンチコート等は、ボタンがこう2列に分かれてついているのも、このコートの特徴としてはこちら側がなくて、その代わりに大きなこのチェストポケット、胸のポケットがついている形になります。少しインパクトがあってすごくいいかなと思います。このタイプも、まあ、ちょっとこういう形で上まで留めると、まあ、こういうシルエットになるんで、まあ、上まで留めて着ていただいてもすごくこう映えると思います。で、先ほどの、まあ、リングジャケットらしいアレンジってフィッティングだったりとか、このラグラン袖のこう作り方っていう部分もあるんですけど、チェスターの時も言ったんですけど、まあ、ステッチワーク、こういうステッチのところも、ここも実は15ミリ、割とこう幅広のステッチ仕上げていってるんで、一般的なステッチワークだと大体5ミリから1センチの間ぐらいなんですけど、それとは違った表情になっているので、まあ、それをこう襟の部分、ここの部分、ポケットも入れていってるのと、袖タブ、ここもいってるんで、結構こう表情が変わってきます。通常の、タブのところだともうちょっとこう端の方にステッチが入ってくるんで雰囲気が変わってくるんですけど、でこのベルトの部分もこういう形でなってるんで、よりこう味というか、まあ、一般的によくあるコートとは違ったディテールの見え方になっているかと思います。でさらにこういうポケットだったりこう襟の前端の部分、ここを、ハンド風のステッチ、まあ、ABF ステッチと言われるステッチなんですけど、それで、ちょっと太番手の糸をわざと使って仕上げていってるんで、まあ、ちょっとこうハンド感というかこう味のある表情に仕上がっていく。いわゆるもうミリタリーのものだと普通のミシンステッチがーっと走っていくので、よりこう機械的なというかパッチリした感じになるんですけど、よりこうまあなんていうんですかね、こうテーラーの味がある表情に仕上がっていると思います。で弊社のコートの特徴として、こういうミリタリーとかをモチーフにしてはいっているんですけど、こういうステッチワークだったり、あとまあこういうボタンホールもすごく綺麗な細い仕上げになっています。まあ結構このディテールとかをこの服の向こう側とかとクローズアップして伝えていきたいと思うので、ちょっとこの辺りに詳しくお話しします。
結構こうカジュアル屋さんだったりとかオーバーコートでもなんていうんですかね、まあ、ブルゾンとかそういったものを主として工場で仕上げていくと、もっとこうこのボタンホールが粗いという太い、まあ、ちょっと毛虫みたいな、めちゃくちゃガラガラッとしたボタンホールになってるんですけど、それを、まあ、そこ綺麗に仕上げるタイプになってるんで、まあ、こういうちょっとこうミリタリー羊のオーバーコート、まあ、ちょっとカジュアルというか、まあ、そういったもののイメージがあるんですけど、それをこういう、ワイドピッチの、AMF ハンドステッチにしたり、ボタンホールの輝きとこう繊細な感じにしたりということで、まあ、そんなにこうミリタリーしすぎない雰囲気に仕上げていってます。まあ、この辺りが、いわゆるそのヴィンテージのリプロダクトだったりとか、そういうミリタリーのアイテムの復刻でやっているコートとは、全く違う表情になっているかなと思います。まあ、こういうところも水牛ボタンを使ってやったりところで、まあ、そういう細かいところの積み重ねによって、そういうミリタリーデザインだけどちょっとこう上品に入れる雰囲気に仕上がっていると思います。まあ、襟のこのワイドな感じがすごく雰囲気があっていいかと思います。まあ、以前はそのダブルのこういうトレンチ型というかチェスター型とかだとこの刻みも、ちょっとこう上に向いているタイプが多かったんですけど、まあ、このタイプはややこう下にやや羽下に向いているようなんですね。まあ、これもこう表情がここは一体型になってつながってくる形で、この傾斜を斜め下に押していく感じです。このデザインもちょっとこういうの新鮮でいいかなと思います。はい、で素材はまた後でお伝えします。でもう一方がこちらの方で、これが、シングルの、まあ、いわゆるステンカラーとかラグランソルのコートになるんですけど、でもちょっとこう違和感があるというか、まあ、前もお伝えしてるんですけど、ちょっとアシンメトリーになった形になってます。通常はこういう真ん中のセンターのところに、この切り替えというかボタンが来るんですけど、これわざとちょっとこちらの方に端に寄せていってる形になります。これも英国のこう伝統的な、まあ、昔のコートに見られたディテールなんですけど、まあ、理由としてはまあ、トレッドとかダブルのコートと同様で、まあ、人体の一番こう急所中心の部分が、まあ、溝落ちだったりとか喉元だったりとか、この中心が一番急所が連なっているのと、まあ、内臓の中心の部分を保温性を高めるということでここは厚くしているんですけど、そうは言ってもこうダブルまでいくとちょっと重々しくなったりするということなので、シングルのこういうステンカラータイプなんですけど、ここのより持つことによって、よいしょ、ちょっとこうダブルとシングルの間ぐらいの感じに仕上げる感じになります。まあ、こういったディテールのものが昔からあったやつなんですけど、それをちょっとこうモディファイしてやっていきます。まあ、実際その参考にした昔の外国のコートもここまでは実はなくて、もうちょっとこのボタンこれぐらいかなぐらいでもうちょっと重なりが浅かったんですけど、まあ、まんまリングジャケットのこうリプロダクトというかこうモチーフにしているやつアイテムも全般そうなんですけど、昔のものをまんま復刻するというよりは、まあ、それをモチーフにして一回このモディファイしてリングジャケットのフィルターを通して表現するかということに、力を入れてやっていっているので、まあ、これも本来であればもうちょっとこっち側ぐらいの感じなんですけど、まあ、ただちょっとこうわざとダブルに近いぐらいの方が、まあ、よりこう表情も出るかなという形で示しています。あともう一つの理由としては、これを開けた時に襟のこの返り方、ここがすごく抜群にここまで行った方がいいですね。かっこいい。これがどうしてもこの距離がさっきのここが短いとここの返る部分も短くなるんで、こんな感じになったんですね。ここで止まるよりやっぱりこうこれぐらい開けた時に襟の開き方がこっちの方がすごい抜群にかっこいいんで、まあ、ちょっとこう開けた時も様になって、まあ、閉めた時もこうかっこいい、かつまあこの中心の部分、まあ、ダブルコート的な感じで、保温性だったりとか、まあ、いろんな要素もあっていいところでやっています。まあ、あとはステッチワークも先ほどの、コートと同様でちょっとこの素材は変わりにくいかな、よいしょ、前が、まあ、こういったところもこういう AMF のハンドルのステッチを仕上げて、これは、そんなに幅広じゃなくて、まあ、一般的なやつかね。これもすごく表情がいいかなと思います。
まあ、英国の伝統的なコートだとこういう、こう飛びミシンというかこう AMF じゃなくて通常のミシンでダーッと叩いてるタイプが一般的なんですけど、ちょっとそこにまあ柔らかさというか、まあ、表情を出したかったんでこう入れていってます。このエリュラのこのステッチを通常のミシンです、まあ、一般的にはこういう普通のミシンがこういうところにダーッと走っていくんですけど、まあ、それをちょっとこう、まあ、ミックスしてというか、まんま英国のそういう伝統的なコートっていうわけではなくて、まあ、それをモチーフしながら少しアレンジしてるって感じですね。まあ、実はこのポケットも、少し幅を広くしておきます。去年まで展開してたステムカラーのタイプだともうちょっとここが、狭くてシャープの印象だったんですけど、この脇ポケットの箱の太さも少し広くして、まあ、ちょっとこう味出しというか表情が出るように仕上げています。まあ、これちょっとこう細かいディテールの積み重ねがこう雰囲気のある味のあるコートに仕上がっていってるかな。じゃあ次は P コート、この形なんですけど、まあ、一般的に多い P コートだと、このボタンの配列がちょっと違ってるんですけど、一般的な P コートだとこの配列がそのまま上に上がってくるタイプが多いんですけど、このモデルに関してはだん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 こう広がっていくような形になってます。閉じるとわかりやすいんですけど、まあ、これも、フランス軍とかの、まあ、P コートというかそれもモーターサイクルコートとかにも見られるディテールなんですけど、まあ、それを一部取り入れて、まあ、参考にしながら変えていってるんですけど、まあ、こういうちょっと上が閉じるんですかね、こういう形に広がっていってるんで、まあ、この配列が結構難しくて、というのも、まあ、なんかこう閉じた時にはかっこいいけど、さっき開けた時ですね、開けてですか、戻すとこのカーブがそのまま開けた時のここのカーブにつながってくるんで、これをこうこっちに行きすぎると今度はこっちが広がりすぎたりということなんで、まあちょうどいいこのバランスをこう探すのがなかなか大変だったので、まあちょっとこうパターンナーとも相談しながらちょっと足をこうしようと言って作ったピーコートです。なかなかいい味になっているかなと思います。で、あと、まあ、微妙に言われないとほとんどわかんないんですけど、ボタンが、これ水牛のボタン使ってるんですけど、これが 25mm のボタンを使ってます。で、うちで今、アウターコート使ってる、ボタン、だいたい 23mm のやつが多いんですけど、まあ、25mm は使わなくはないんですけど、まあ、わざとちょっと大きめのやつにしてます。まあ、比べると、まあ、気持ちちょっとだけ、2mm の差なんで、こう比べてもよく見たらちょっと違うかなってぐらいなんですけど、まあ、その 2mm の差が全くこう表情が変わってくるんで、まあ、ちょっと大きい水牛だったらその値段が高くなるんですけど、まあ、それよりもこのこう味というか雰囲気を重視したかったんで、まあ、その 25mm の少し通常のオーバーコートで使うボタンよりも気持ち大きめのボタンをこれだけつけていくと、ちょっとこう味というか雰囲気が変わってくる表情になっています。このあたりも結構こだわっていってる。で、ステッチワークに関しては先ほどまではそのハンドフのステッチ AMF 入れてたんですけど、これはあえてちょっとこうソリッドな感じにしたかったんで、こちらはミシンステッチの方でいきます。ただこれも一般的に多いステッチワークの その5mm から 1cm と違って、割とこうワイドピッチのステッチ幅にしていってるので、よりこう表情がある感じに仕上がっていってるかなと思います。で、プラスこの仕様だけじゃなくて素材とのマッチングっていうのは、実はそのこういうボタンホールだったりとかステッチワークがあって、これが新素材、今回開発しているバルーンのこうダブルフェイスのコート地を使ってやってるんで、割とこうバルーンならではのスポンジーなこういう膨らみ、こうふわっとした膨らみの中にステッチ、ミシンステッチを落とし込んでいってるんで、このこう際のこう膨らみ、ここがこうふっくらした感じに仕上がっております。この感じがやっぱりなかなか出ない。これのステッチはもうちょっと端の方に行くとここまで目立たないですし、このワイドピッチのステッチでミシンで、しかもこのバルーンウールのダブルフェイスでやっているので、この際の表情がすごくこう際立って、いい感じに仕上がっているかなと思います。昔のピーコートとかだと、ここをこの膨らみを出すためにわざとタコ糸を入れたりとかっていうディテールもあったんですけど、まあこれは入れてないんですけど、ちょっとそれに近いようなニュアンス、この端の部分のこう膨らみ感が出て、表情が出る感じに仕上がってるかと思います。で、こちらが、ダブルフェイスの生地を使っていってるんで、半裏にわざとしてて、よいしょ、まあ、脱いだ際にこっちの中がこういう形で、こんな無地に出るんです。で、逆にこうネイビー無地の、
B コースの方は中がこのチェックになるようにってます。まあ、ちょっと洒落てていいんじゃないですか。